こんにちは、リカリコです。はい、今回は秋冬のピクミンやめてピクミンみたいやけどやめてもう寒くなってきたということで、うん、リカとリコも秋冬の服をたくさんゲットしたので、最近のお気に入りのものだったり購入したものを紹介していきたいと思います。じゃあまずリカからいいですか。はい、じゃあリカはまず着ているこちら、かわいい、これはアマイルっていうところのブランドのお洋服なんですけど、リカ結構手長い方やと思うんやけど、自分で言う自分で言うそれでも、うん、ここがさ、こう余るぐらい、うんうん、この親指通してからでもうこうやって萌え袖になるわけ。かわいい、めっちゃかわいくない、この形が、うん、このインナーとしても着てもいいし、こうやって1枚で着てもいいかなと思います、うん、ジャケットとか羽織っても可愛いし、うんうん、はい、じゃあどうぞ。はい、こちらじゃじゃーん、可愛いのが伝わりにくいんやけど、うん、ここだけ見るとキャミっぽくなってる、うん、形が脇の部分がちょっとチラ見えするの、うんうん、ここにこうやって腕通すんやけど、こうちょっと腕を上げた時とかにチラ見えするんや。柄はこんな感じのお花柄です、ね、着心地もよくって、うん、デニムとの相性がとってもいいので、うんうん、とってもお気に入りです。こちらじゃあ続いて、うん、小物いきます。こちらかわいい、じゃーん、これはお帽子です、うん、ここのブランドです。これね、展示会でゲットしてリコも黒を持ってて、そう、めっちゃ可愛い、これこんな感じで結構深めの帽子、そう、リカたちこういう形で持ってなくて、うん、いつもキャップとかやったんやけど、こういう紐がさついてるのって今流行り、うんうん、流行ってるね。こういうのってやっぱ韓国から来るのか、うん、めっちゃ最近多くて超可愛い。これ結んでも可愛いし垂らしても可愛くって、でもこのね、生地的にあの秋とか寒い時、うんにしか使えないので、今からどんどん使えるアイテムやと思います。はい、続いてリコですね。こちらじゃじゃーん、コトリカさんのお洋服です。ワンピースとして着れる丈感で、うん、ニーハイブーツとか合わせて着るのもすごく可愛いと思います。このここがニットの素材やのに、うん、この襟の部分と違う感じ、そうそう、がまた可愛い、おしゃれ度増して可愛いですね。そう、しかもこの襟がね結構大きめのがすごく可愛いですよね、うん、色のワンピースってモテコーデよね、うん、モテていきたいと思いますこちらこれめっちゃ可愛い。そう、これね、リカめっちゃ一目惚れして買ったんですけど、これインスタに着てる写真載せたところいいねがめっちゃ多くって、みんなも可愛いって思ってくれたんだと思うんですけど、これリカめっちゃ似合う。そう、めっちゃ可愛いの。これデザインがね、なんか変わってんのよ、うん、なんか餃子みたいな、確かに感じになってて、こうね、手通す時にこうやって通さないか、そうなん、そう、確かに、そっか、そう、こうまっすぐして通らんくって下にしか通らんねんけど、でも全然動きやすいよ、うんうんうん、けどこんな感じの形になってて、肩周りがボワって見えると女の子らしさが増すのか、うんうん、黒のハーパンと後で紹介するロングブーツを合わせて甘辛な女の子コーデにしたんですけど、うん、デニムとかでも普通に大人っぽくなって可愛いと思います。これにベレー帽とかかぶってもまた可愛いかなと思います、うん、続いてリコですね。じゃーん、こちら可愛い。こちらはね、アマイルの洋服でございます。このリカが今着ているブランドと同じです、うん、シアー素材のシャツなんやけど、うんうん、もうほんまに今って感じ、着るなら。そう、そう、なんか中にキャミとか着るのが可愛いんやけど、サイト見たら、うん、これをインナーとして上になんかベストとか着てるのも可愛いか、可愛い。そう、だから着方によれば冬とかまでそう使えるかもしれないです。じゃあ続いて、じゃあこれはラグアジェムの高校生みたいなカーディガン的な感じです、うん、で、ここにね書いてあるポイント、刺繍がめちゃくちゃ可愛くって、ちょっと見したいんやけどリコが見たいのまずこんな感じになってます。ユニバーシティって書いてある。嘘、うん、え、白と何色あったっけ。え、分からん、見てない。ホワイトと白、うんなんでさっきまで白つとったのよ、ホワイトって。いや、確かホワイト、グレー、ネイビーやった気がする。リコとこれ買い物行った時にゲットしたんですけど、リカはグレー、うん、グレーとこのネイビーで迷って、あ、迷っとったな。そう、どっちがいいって言って、リコはグレーの方がいいんちゃうって言ったけど、うん、顔写り的にこっちのネイビーの方がはっきり写ったので、うん、こっちがいいかなと思って買ったんやけど、うん、ロングブーツ合わせてもめちゃくちゃ可愛かったし、なんかちょっとボーイッシュっぽくも着れるし、うん、女の子らしくも、そう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 、これもうめちゃくちゃ可愛くってたくさん着たいの。
じゃあ続いてリコですね。はい、こちらまだ来てないんやけど。うん、見てない、それ。そう、あのタグもつきっぱなしなんだけど、うん、これどこのだっけな。スナイデル。あ、スナイデルだ。これはデニムのセットアップ。うん、あ、え、また雰囲気が変わって可愛い。こういう感じ、冬っぽくも着こなせるというし、これ外せるってことやな。そう、まあ、こうやって外したらさ、秋も着れるじゃん。うん、めっちゃ良くない？めっちゃいいよ。スカートもこのな、この線が黄色っぽいのが可愛いよね。デニムのセットアップって可愛いんですよね、うん、絶対可愛いもん、うん、デニムのセットアップ。そうで、リカもね、続いてデニムのセットアップがあるんですけど、うん、これはね、ブランド違いなんですけど、うん、スライですね、うん、これね、めちゃくちゃ可愛くって、うん、両方別々でも使える感じのおしゃれな感じになってて、うん、スウェットをインしてダボッと出して着ても可愛いし、こっちはね、この形が伝わりづらいかもしれんけど、結構型が大きめに作られててるの、これ。そうね、極端に言ったらこうなってる感じ。そう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 。あの筋肉マッチョみたいな感じになる形になってて、うん、マッチョみたいな形になる。だからワンピースの上に羽織ったりとかして、うん、もこの形が可愛いから、うん、すごいおしゃれに着れると思うし、もちろんこのセットアップで着ても可愛いんですけど、うん、なんかちょっとさ、おしゃれさん好きへん？確かにデニムのセットアップとか、うん、デニムじゃなくてもやけど、うん、セットアップってね、ちょっと勇気いるよね。そうそう、誰かと出かける時に着ようと思ってこちらこちらマウジーですね。やばい、秋が来るって頃に購入したんやけど、うん、だからちょっと薄めの生地感なんやけど、キャミを着てデニムを合わせて着たんやけど、見た感じさ、あったかそうに見えるけど、やっぱりちょっと薄めの、うん、そう、生地感やから、白のタートルとか合わせたら可愛いと、うん、確かに丈感もあのそんなに長くもなく短くもなく、うん、丈感ちょうど良さそう。そうで、ハイウエストやデニムとか合わせたね、とっても可愛いです。じゃあ続いてリカラストです。はい、こちらじゃーん、ロングブーツなんですけど、うん、これはね、GU のやつなんですけど、うん、GU の展示会に行った時に、うん、洋服と合わせてこのロングブーツを履かせてもらって、うん、めっちゃ可愛くって、超歩きやすくって、そうそう、すぐ買いますって言って、ほんまにすぐ買ってんよで、2人ですぐ買って、うん、最近めちゃくちゃ履いてるんですけど、ロングブーツさ、今まで何回か購入してきたけど、うん、その中でも一番履きやすい、うん、ここの部分が足にあんまりフィットせえへんから、うん、余裕ある感じ、うん、になっとるから、うん、足がこう締め付けられてなくて、うん、疲れなくて、めちゃくちゃいい。これ雨の日とかにもいいなっていうか思った、うん、これね、絶対壊れたらまた買うから、ほんまに、うん、今日も履きましたよな。ほんと取り合うやな、毎日。ほんまに2人でね、履くと目立つので一人しか履けへんから、そう、取り合いです、これ毎日。でロングブーツ欲しい人は絶対 GU で買った方がいい。ほんまにめっちゃいいですこれ、うん。じゃあラスト2点。はい、ミカドリコが TGC に出演させていただいた時に着用していた洋服なんですけど、はい、これね、これはリカ TGC で着てた時は、うん、タートル、白のタートルを中に着て、うん、デニムと合わせて歩いたんですけど、これめっちゃ可愛いの。ボタン、うん、もうめっちゃ可愛い、こんな感じ、ゴールド、うんうん、TGM っていうアプリがあって、そこでリカトリコのサイトがオープンして、そのサイトにリカトリコが実際に好きな洋服を着用して写真とかを載せて、みんながそこで気になったものをご購入いただけるっていうサイトができたんですけど、そこにも載っている商品で、そう、結構人気よね、うん、そのサイトにもデニムのセットアップがあって、うん、人気やんかな、のやっぱり秋の定番って感じなのかも、うん、そうだから、そこのサイトにもデニムのセットアップがあるんやけど、そのセットアップとこの赤の帽子を合わせてました、うん、そう、それもね、めっちゃ可愛いから画像見てほしい。この TGM はね、これからもリカとリコが可愛いって思ったやつをどんどん紹介していくので、常にチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで今日は秋冬のお気に入りたちを紹介しました。夏服ももちろんリカは大好きやけど、うん、秋冬の洋服はちょっと高めやけど、うん、やっぱり可愛い、こだわって作られたものがたくさんあって、うん、めちゃくちゃリカは好きです。皆さんも真似してください。それでは最後にチャンネル登録と高評価、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。